はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、今回のお相手、海洋画となるんですけど、どうしよっか。海洋画マジきつい。まあ、そのためのチョッキやドッキングなんだけど、この子でもちゃんと耐えてくれるのかわかんないぐらい、とんでも火力してるんで、まあ、ペンドラーでダイヤースかませば、なんとか、削ることはできるんで、初手にドッキングぶつけたい。いや、ペンドラーでいいのか。いや、違うな。いや、これ、ペンドラーで全然ありじゃない？孤立めんどくせえし。初手大ペンで、やってらんなかったらヤドキングぶち込んで、ポッサンつらりから、タスキカウンター用意しておきましょうか。一応。ってな感じの3匹でやっていきましょう。では対戦よろしくお願いします。メッタモア来ないでしょ。こっち伝説連れてねえし、メタモンは来ないことを祈ろう。メタモン来たらペンドラでまためんどくせえことしなきゃいけねえから、ポリ2から入ってくる。 OKOKOK 予定通り。まあ入ってくるよね、ポリ2さんから。起点にさせていただきましょう。初手大魔のナックルで仕上がっちゃうのめんどくせえけど、まあしゃあない。これはもう行くしかない。初手大魔のナックルで全てを蹴散らそう。またペンドラが超強い動画になったらすまん。まあそれはないかな、さすがに仕上がっちゃったし。10万あたりがだいぶ、トラータ打つかな。さすがにトラータがかなり入りそうだからな。ダメージを見て、まあ、いざとなったらダイヤースぶち込んで D 上げる手段も取らないといけないんで、まずは一発大ナックル。お、あー、また今全部使っちゃうか、ナックルで。こうなるか、しゃあないか。あー、めんどくせえもんされちゃったな。どうしようかな。裏ヤドキングがいるんで、S が遅い。ヤドキングちゃんがいるんで、まあその子に変えれば、トリックルームはいい感じに決まるかなって思うんだけど。ちょっと冷凍ビーム打ってきてくれたから、なんとかなるかな。お、おぉ倒して欲しかったな、個人的には。まあいっか。さあ、どうしましょう。ナックル打つ？さすがにポリ2は捨ててくるっしょ。で、ナックルをすかせるポケモンもいないんで、ひたすらナックル、ぶちかましていきましょう。レビテ。しゃあないしゃあない。ポリ2落とさないと裏ではどうしようもないからね。ニロキング、ヤドキングじゃ、ダブルキングじゃ、ポリ2には勝てないんで、この子は絶対処理しておかないといけない。で、あとトリックルームが何ターンだ ?2 ターンか3ターンあるか。守る挟みながら、時間稼がないとやってらんないから。あ、でも大魔切られたらめんどくせえか。まあ、大魔切るんやったら物理やったら、あ、ブリザのコスポスさんだ。そっか、ポリツのトリルからそれか。いつも通りの動きか。で、ラス海洋画で全部決める感じか。どっちに大魔使うんだ。とりあえず、トリックルームが残り2ターンだから2連守る決めたらいいんだよ。2連守る決めたら勝ちだから。あーん、この子で大魔切るか。どうしよっかな。まあいいや、アイスぶち込まれるのがめんどくせえか。アイスやられたら二度金タスキカウンターした後落ちなきゃいけないからね。めんどくせえな、これめんどくせえパターンだな。あ、ダイアース打ってくれた。まだ大丈夫じゃ。オッケーオッケー。2連守る決めたら耐え抜くぞ。あの、ここ2連守る決めてくれなきゃ多分だいぶきついんだよ。頼むよ、ペンちゃん。ペンちゃん頼む。ここだけ、今だけ、今だけ2連守る決めて。おお、さすが。アース。
スチール、まあ大丈夫、耐える。よしよし、 B 上がっちゃったけど、まあ大丈夫、なんとか耐え抜いた。よし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 、いいぞ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 、素晴らしいとですよ。さあバカ力吹っ飛ばしていきましょう。決まったね、2連守るバカ力ドッカーン。 OK 十分、半分削ったら十分。よし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 、で、相手の大魔王座を阻止する玉落ちという完璧な動きで、ここにドキングいきます。これカウンターするべきか、これ安定卓取るなら、いや違う、つらら落としの、つらら落としとつらら張りがあるからダメだ。バリで脅される動きと落としでひるみの動きがあるから、ここ放射でいい、上から殴るのが正解。この HP なら削れるっしょ、 D1 なんか上がっても。うわまあ大丈夫、落とし外したから落とし外したから大丈夫大丈夫。 OKOKOK、よし裏変えようがっしょ。でどうせスカーフなんで、スカーフ使用吹き連打でしょおそらく。なので少しでも削ってしまえばヤドキングで全ていけるはず。頼むぞ、裏の裏直帰ヤドキングいるから大丈夫なはずなんだよ。潮吹きを削ることさえできるわ、潮吹きのダメージをなくせばいけるはずなんで、大地でできるだけ削る。大魔も切れちゃったんで相手、あれ潮吹き、おこれスカーフじゃねえ、マジか、スカーフじゃねえのは聞いてねえけど、根源の波動、うわすげえもんぶち込んできた。スカーフ潮吹きじゃねえんだ、何変えようかこれ。直帰ではないよな、このダメージ見たら。第一2発撃てるわこれで。 OKOK2 発撃てた、おでかい。スカーフじゃない灰がまあいるっちゃいるからな、スカーフじゃないのも。波動連打どうぞどうぞ、何変えようがなんだろう。僕もうスカーフしかいねえと思ってたから、これメガネとかだったらやべえんだよな。どうしよう、これメガネとかだったらだいぶ効くんじゃない、直帰ヤドキングでもちょっとやばいんじゃない。え大丈夫大丈夫かな、いや一発、いやこれ一発でいけるかヤドキング、ヘドロ爆弾毒出せたらいけるんじゃない。波動これこだわりではないかな、メガネだったらやべえんだよな。オッケーオッケー、2発耐える、完璧、勝ったあと食った、完璧。あーさすが直帰ヤドキングクソ勝てや。ということで最後毒で対戦ありがとうございました。